どうも、スノボンでーす。いやー、今ただいまなんと朝の8時です。今日はね、こっからちょっとロケに行きたいんですけど、ちょっと皆さん気づきません？スノボンってね、普段6人組なんですけど、いただいてますけど、佐久間さんという人がうちにはもう一人いるんですけど、すいません、寝坊です。まだ来てません。なんならまだ寝てます。寝てます。いつその果たして合流できるのか。そうですね、はい、このまま下手したらね、合流できないかもしれないです、今日は。はい、じゃあまあいいか、とりあえず早速乗っちゃうか、ロケ車ね。行きましょう。行きましょう。じゃああっちになります。行きます。行きます。どこ行くんですか？それはまだ中で話すから。まあね、今から行くのはね、こう佐久間家ではない。佐久間家ではない。まあでもとりあえずね、うちらが今から行くところは埼玉県の深谷市に行きます。おお、まあ埼玉県深谷市といえばね、まさか、はい、深谷市のご当地キャラクターふっかちゃん、おお、ふっかちゃんにね、会いに行こうと。マジで思います。そうなんですよ。まあでもそう、なんでね、会いに行くかっていうと、僕がね、ちょっと前誕生日だったんですけど、その誕生日の時に、ありがとうございます。誕生日の時にね、ふっかちゃんが、ツイッターでね、こう、誕生日おめでとうってツイートしてくれたんですよ。おだからそのお礼をね、こう、直接言いに行きたいなと思って。じゃあちょっとそのツイートをね、読もうかな。おはよう。今日はジャニーズ界のふっかちゃんこと、深澤辰也くんのお誕生日おめでとう。モノマネが得意らしいから、ふっかちゃんのモノマネもよろしくお願いします。にゃーっと。癖が言うね、おネギしますみたいな、こうネギもそうちゃんとかけてるのよ。向こうがさ、フッカのこと知ってるのもすごくない？いや、そうそれもすごいよね、本当で。そう、俺たちってさ、プライベートではさ、深谷市って行ったことないよね。ないね。でもないですよね。まあ僕たちは映画のね、ラストホールドっていう映画で、その撮影でね、ちょっと深谷市にこう行かせてもらって、そこで撮影したんですけど、その時にすいません、二度目ましてになりますけど、すいませんね、T シャツを買ってね、こう、ふっかちゃんなんですけど、こうボルダリングをしてるんですよ。ギャンカワなんですよ。まあその深谷市にね、こういろんなスポットをね、その深谷市のこうおすすめのスポットを何個か調べてきたので、そこに寄りながら、深谷市のね、いいところをね、こうね、一緒にこう探しながら、最終的にふっかちゃんに会いに行くという。おはい、はい、まあ、これ何回もありますか？何回もあるよ。これマジで600回ぐらいやってます。600回マジでこれ言ってるとかなしで。これもう大人として、もう人として、そう、でも本当に良くない。良くないです。 YouTube のネタ的にはね、まあ絵としては面白い、絵としては面白いけど、人としては終わってますよ。刺さる。刺さります。でもね、こんぐらい表でこれを使って、あいつにもっと自覚を持たせた方がいいよ。そう、あいつのためにもなんない。そうそういうのあるよ。第一声なんて言うかな。第一声やっぱおはようございますじゃない。いやいや、申し訳ございません。そうだよね。うん、皆さん、何ですか？佐久間さんが起きました。電話電話来ました。おお、もしもし。はい、はい、スノーマンです。おはようございます。おはようございます。佐久間さん、今もう僕たち移動してます。はい、今の気持ちを、はい、今の気持ちをお聞かせ願いますでしょうか？大変申し訳ありません。はい、じゃあ後でどこに来たらいいかと連絡するので、はい、準備しといてください。はい、はい、現場からは以上です。はい、今聞いていただいたのは佐久間さんの寝起きの声。見て。
誰？わ、いるじゃん。おいと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 いいた、かわいい。はい、というわけでね、道の駅花園に着きました。でね、この2階にふっかちゃんミュージアムがあるということなので、だからちょっと行きましょう。皆さんとりあえず俺いっぱい爆買いするんで今日。さあ行きましょう。後ろ気をつけてください。後ろ気をつけて。おお、なんかここ1階なんか名産物があるみたい。そう、深谷市ので、これの2階がふっかちゃんミュージアム、噂の。今何時？いや皆さん、いよいよです。待ちに待ったふっかちゃん。おお、すごい、めっちゃいる。すごい、皆さんすごいですよ。俺こんないっぱいのふっかちゃんを俺初めて見たかもしれない。すごくね、対面じゃん。うわ、超かわいいんですけど。え、待って、数量限定だって。数量限定に弱いね。うわ、どうしよう、買おうかな。ちょっと待って、うん、なんか見つけこれめっちゃいいじゃん。これ買ってよ。何それ、かぶって、かぶってみる。これかぶっていいのかな。これいいんじゃない。止まんない。普通はこれ顎の下で止めるやつですよ、ね。これがマックスだね。俺はあれがやっぱ気になるんですよ。え、お、でもほら見て、取れるまで何度でもできるよ。嘘でしょ。でも UFO キャッチャーとふっかちゃんともう深沢ってもうお前だらけの。やば、怖いんだけど。じゃあ次だろ。おいおいおい、嘘だろ。どうなんのこれ。おー、おはようございます。これメロディーもいいですね。ああ、これ何、これふっかちゃんのテーマなの。あれ欲しいな。でもね、俺ワンチャンなんか流れで落ちる気がするんだよ。そんなうまいこと。サビくるよ、サビ、サビくる。だからこれで1個落ちたから、これダメなんでしょ。もうあと、うわ、え、じゃあこれで終わりってこと。終わりです。あ、来た。見せてください。はい、おらまあ、かわいいじゃない。やっぱ俺に似てるわ。ちょっとすごいね、かわいいわ。ロボいい、ふっかちゃんロボ。何なのこのふっかちゃんロボって。ふっかちゃんロボ癖ありすぎでしょ。いや、ちょっとふっかロボ行くわ。ふっかロボお願い。マジ、あ、逆にね。マジで。おお、来るよ、はい、ふっかちゃん。おお、やばい、うまいな、マジで。うまいな。ふっか、ふっか、ふっかロボ。すごい、すごくな、これすごい、バランスすごい。これじゃあ似てるよ、ふっか。似てないよ。あ、顔がでかいってことだ。やめろ。ふっかロボ贈呈ですか。マグカップかわいいな、買っとこう。下まで5点でお前。5点でいいです。ふっかちゃん、ふっかちゃんかわいい。ありがとうございました。ありがとうございます。お邪魔しました。いっぱい買っちゃいました。つい可愛すぎて。だいぶ大人買いでした、ね、だいぶ大人買いしちゃったわ。なっ、だってもう、ね、来ることが、ね、ないないない、あんまないから。だってもう、あ、だって紙袋から頭のネギずっと出て。おお、アイスクリームがありますよ。なんかおすすめのってありますか。アカシアの味。あ、アカシアの蜂蜜とくるみが、がおすすめなんですか。じゃあバニラ一つもらって。おすすめを。おすすめ。おすすめ聞いたの。バニラもおすすめ。ああ、おすすめなんだ。おすすめなんだ。いただきます。うまっ。うん。結構さ、優しい。くるみがザクザク入ってる。うん。うまっ。あ。うまいしか言ってないから。うまっ。たくまもったいねえな、こんなの食べれないの。ほんとだよ。たくまの分かってあげようよ。大丈夫です。大丈夫です。来る頃にないよ。来た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 。皆様来ました。ちょっと笑っちゃいそう。笑っちゃいそう。真剣に行こう。一人遅刻するっている？今までないでしょ。ハイハイジェッツでもできてるぜ。後輩たちもいっぱいやってるわけ。そうなんだよ、そうなんだよ。では一言発言で締めたいと思います。ごめん。まだ裏
お前裏来いよ。お前裏来いよ。おい。